八鉄。皆さんこんにちは、八鉄です。前回は北西線ぶらり旅の前編をお送りしました。前回は3つのゲージが見られる踏切、石畳があるお寺の踏切、メガドンキの駐車場にある駅、スプリングポイントが間近に見られる場所などを紹介しました。前回をご覧になっていない方は概要欄に載せておきますので、ぜひ前編をご覧ください。今回はここ桐蔭駅より終点の阿劇駅まで皆様をお連れします。それでは今回もよろしくお願いいたします。この動画ではかつてあった拠点駅と現役の傾斜庫、降りたら便利、旧型の電車が見られる場所を紹介します。さて、ここ桐蔭駅は北西線の中枢をなしている駅で、 CTC センターがあり、乗務員が交代するところでもあります。列車は必ずこの駅で行き違いをします。この駅のすぐ先には列車が留置される北大社車両管理区という場所があります。もともとはここに北大社という駅がありました。当駅は新しくできた桐蔭駅に駅や拠点機能を譲り、傾斜庫や留置線を残して廃止されました。現在は信号所として北大社車両区に出入りする列車の入場や出場を制御する場所として機能しています。周りを歩いて駅があった名残があるか見てみましょう。ホームがあった場所はちょうどこの場所でした。奥に見えている建物は北西線に唯一ある変電所です。そしてこの踏切はおそらく構内踏切として活躍していたのではないでしょうか。少し先に行くと屋根がある建物があります。これは駅が現役だった当時の駐輪場で、当時はここから駅舎へ歩いて出入りしていたようです。今は使われていない駐輪場の跡は標識などの資材置き場になっていました。ここから先を歩いてみましょう。この先には洗車機があり、平日のお昼に動いているようです。留置線の末端には検査中の車両が止まっていました。仮台車を履いているのを見ると、今は台車を点検中なのでしょうか。反対側へ行くと線路が途切れ、この場所が車両区の末端のようです。次の駅は大泉。この駅は道の駅の中にあり、降りて農産物や地域の特産品を買うことができます。ただイートインスペースがないため中で食べることはできません。ちょっともったいないですね。さて、次の駅は曽原駅。この駅は特徴があるんです。ちょっと降りてみましょう。この駅の西桑名方には北西線で一番きつい坂 33.3 パーミルというものがあります。パーミルとは1キロメートル進んだ時の高さを表すもので、 33.3 パーミルは1キロで33メートル登るというものなのです。どれくらいきついかを実際に見てみましょう。いかがでしょうか。結構きつい坂を登っている様子が分かりましたでしょうか。ちなみにこの駅から先に行くと、北西線最大の見どころであるメガネ橋といった場所に行くことができます。メガネ橋から見た列車の様子をご覧ください。メガネ橋の阿劇方には北西線で一番きついカーブがあり、25キロの制限がかけられています。メガネ橋の先には田んぼが広がり、5月になると水鏡が一面に広がり、とてものどかな風景になります。そうこう言っている間に列車は終点の阿劇駅に到着。ここには北西線が開業した時から活躍していた列車が展示されています。隣接している軽便鉄道博物館が開業している時に列車の中を見学することができます。軽便鉄道博物館は毎月第1と第3日曜日に開館しています。残念ながらコロナウイルス対策でこの日は入ることができませんでした。また改めて訪れたいと思います。ということで今回は北大社車庫、大泉駅、曽原駅、阿劇駅の見どころを訪れました。阿劇駅から歩いて15分のところには桐蔭館という歴史ある小学校を改造した喫茶店もあるので、ぜひ行ってみてください。帰りには日帰り温泉に入るものいいかもしれませんね。それでは今回は動画を終わりにしたいと思います。チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。また次回の配信をお楽しみに。それではまた。